ロ・ノビーク時の艦影鈴屋は、日本海軍の通報艦。艦名は、樺太の大泊に、河口のある鈴屋側から取られる。元は、ロシア帝国の二等防護巡洋艦、ノビーク。速力25ノットは、当時の巡洋艦より、数ノット優勢であり、高速の偵察巡洋艦として、世界的に有名だった。日露戦争の黄海海戦に参加し、単独で逃走したが、樺太の大泊付近で、千歳、対馬に発見、攻撃され格座処分とされた。その後日本軍が引き上げて、横須賀海軍工廠で整備、1906年8月20日通報艦、鈴屋として、艦籍入りした。ただし被害が大きかったために完全復旧は諦め、3軸だったものを1軸推進とし、ボイラーの数も減少。そのため速力は19ノットに低下していた。収益後の大部分は旅順警備艦として使用されたが、在籍8年目という短期間で除籍された。日露戦争開戦時には、ニコライ・フォン・エッセンが艦長を務めていた。なお、柴良太郎の小説、坂の上の雲では、黄海海戦時の艦長をエッセンとしているが、すでに戦艦セバストポリの艦長となっていたためこれは、誤りである。日本海軍史第9巻、第10巻の商艦履歴及び官報に基づく。ありがとうございます。